イクさんはここの値をいくらに設定してるんだか。1%で。なかなか微妙な値ですね。これは高いのか低いのか。それに関しては数字以外の例がないため臆測の域を出ません。その20%とかはなさそうですよね。素人考えでも。個人的にはもっと低くても良さそうですが、とりあえずドレイクさんは 1% としています。ちなみにここまでの各項目の値について、ドレイクが設定した数値を合計すると 1% になります。バジリスク絆で 80% 到達が現れるのと同じぐらいのため。全然と理由のある数値ってところかな。その通り。もしかして、宇宙軍に参加した、だけど合成観中心はできないってことは、それも正しい。つまり、どういうことだってばよ。一体一体は、宇宙軍に合成観中心が可能だと確かしていた。何前回の前半でも説明した通り、宇宙軍の技術レベルでは合成観での通信が可能です。最も合成観点は宇宙軍さんが拾ってくれるかもしれないでしょ。可能する可能性外でも同じことが多いの。宇宙は太平洋よりも広いからね。しょうがないね。どっちの太平洋に行くかの電波とかが、一日の上にも届かないもんがアルファテンさんにまで届くわけねえんだ。それが届いてるなら今ではアルファテンさんに3年解決されてるんだ。つまり、合成観測を行うためには、人間が足らない技術的発展を実現する必要があります。宇宙機関の観測が合成、かつ、人間単位的まで届く、宇宙技術が必要です。宇宙人さんがいらっしゃれば、とにかくここで金太郎やってても何とか更新は可能でしょう。よく考えたら、それでも一回信号を大きくするだけで10年近くかかるんですよね。一番近くでも調べられるかかるんですよ。金太郎の構成は2000億を1000年ともいましたが、それが存在するのは結成10年当然の可能なのです。その 99% 以上は何千光年も遠くにあるんです。こんなに今の地球人がどんな形しても更新は不可能です。それで、ドレイクさんはここの確率をどんどん増やしているのか。ドレイクさんによれば、ここの 1% です。それって、今の地球人がこのレベルに到達できる可能性が 1% ってことですか。絶対厳しいのように、この地球人が挑戦したことのない部分だからかしょうがね。そうか、地球人としては、ここがゼロなんじゃないかと思ってます。この人はどんなことか言うたから、一箇所でもゼロがあったら答えは必ずゼロになるかね。マジで我々宇宙人にいたことも一箇所はね。なお、この点については次回、ゼロのパラダイスについて詳しく説明します。出発中公開予定。ということで、続き、それでは以上。なおこの時点で、最初に提示した相手の種類は1年分の1の補正がかかってます。なぜならここの空気はこれなりに大きな風になるため、完全完了。
に限りなく自動開きの入会金に関する仕掛けまで。今の金融が来て本領の国境と金銭の一つの仕掛けは、大体本質的な可能な不良と金銭の分野の仕掛けを見つけてもおかしくはないでしょう。なのでここが1年というのは、それなりに世界の禁止ではないかと。もともと、この禁止は、時間設定部品が美しく作られてます。だから最初のアカウントのため、バッグ機能のために生まれる、合成の数だったのね。そういうことです。運命、特に生物の規制、というのは時間設定部品の理由ですから、そのことは機能の中に反映する必要があったんですね。でもこの1年4、っていうのは極端に短くないですよね。そういう運転記憶年以上観測してたっていうのに、まあ何度も言う通り、これは奇跡生命体のサンプルが地球人しかないのでわかりません。というのは、この辺りについては我々現代人に色々と心当たりがあるからです。ここで視聴者の皆さんにも質問ですが、今の地球人があと1万年存続すると思いますか？まあこの問題にもう先に答えを出せる人は少ないと思いますが、ここで言うと、自信を持って言える人はそう多くないと思います。地球人は今の人でも特殊化しすぎてますからね。仮に地球人の本質が今と変わらないのも、この技術を進歩させて高精細な通信が可能になったとして、それでその状態を何万年も維持できますかね。その進歩した技術力を扱いすぎずに自滅する恐れってないですかね。先ほどうどんズが言ったように、生物種の寿命が1万年というのはかなり短い生き物です。しかし、そこを置いて1万年にしたというご老子の判断について、我々地球人はよく考えるべきなのかもしれません。ということで、これでバレークの質の説明は以上。最後のパラデンチャンスでポイントが1万台になった結果、この質の最大の原因は1万台になりました。結局は最初のアカウントのため、アニメ中止になったってことで、なんか出来すぎじゃないですかね。これだけ色々計算して結果が最初が同じって、実力が通りかかるがプロジェクトの定着と言われて、使用対効果が毎回の高純 10% プラスになっていて、アニメってのはマイナスが加速化されるし、100% プラス化が高速化になるからしょうがないのよ。大丈夫大丈夫、経理学のその辺ちゃんと分かってるから。ああいうのは内容よりも初期が本当にしてるかの方が大事だから。そもそも教育とか研修会なんて費用対効果だけに当てないのから、一面が気なので、だからその辺は自信なんでしょう。まあさっきから何の話をしてるのか。ドレイクの指揮によると、現在文化系で地球人と共振するのに宇宙人はビールにって話をしてます。あ、はい、この人間は宇宙人とも仕方ないわよね。最近の入場動画はどう見ても宇宙人が人ばっかりだし、ドレイクの計算はどこか間違ってるんじゃないんですか。まあ何度も言った通り、この人で計算したところで核用紙の根拠が増えてしまうんですから、その結果に正確性を求めるのは絶対有ものです。この人は宇宙人を出すためではなく、宇宙人が存在するための要素を明確にするためのものという理解が正しいでしょう。個人の想像か。まあそれにしても、ちなみにその一つの宇宙人から二つの覚えがかからないってのは、やっぱり絶対かしわよね。ドレイクの口を見る限り、宇宙人とドレイクの脳内地図に集めるし、宇宙かどうかは知らんけど、それなりに相手もおかしくない。そう、単に精神中だけじゃなくて、文化文化を使いする中華宇宙人種に似たような相手もおかしくないですよね。だから人間みたいに、もしそういうのが文化のどこかで一箇所でないから、高級格式っぽいこと言わずに、家庭格式っぽくにも好き格式してるんじゃないですか。というか、文化レンズを国民地に連れて飛ばしてできてると思うんですけど、目黒区全体みたいに、第二の全体に別の構成形態だったです。それで別の構成形に数体人間がまた別の人間化形で、具体にして、例えば空洞世界中でレンズが浮かせて潰された、別のレンズ世界が寒くても銀座の端まで行けるんじゃないですか。まあそういう妄想って、誰しも野球が考えたことあるはずよね。でも冷静に考えてみたら、何度も考えてもなくないんだか。実際、この24時間経っても中華の怪人になって地球の裏側の人と空中体制絶対し、これに100年後ぐらいには暮らして挟みつくことになって、高速ではどうせありか全体に人と空中体制とかもできるんじゃないのかと。携帯電話の達人とかになったり対策のようなこの機能とされてるんじゃないの。まあ確かに国中人間の地球人の技術革新を見るために、それから機能性ラインは我々の行動を別の技術が必要かため、それをもって宇宙開拓や高精細通信が必要かされる可能性は否定できないでしょう。そしてそのことは、地球人よりもほんの少し、ほんの数百年か数千年進んだ技術を持った宇宙人が存在すれば、高精細通信が実現できて地球人や宇宙人とコンタクトできているはずである。この世界久しぶりなのです。革新のわら、我々は宇宙人の夢のか一度も更新できていません。これはおかしいです。びっくりです。確かにおかしいですね。そう、ドレイクの結果実際の本格結果には重大な乖離があります。どういう状態のことは、数学や哲学では体が必要とあります。
早くしたら、次回の存在を当てときよ。この番組は、ご覧くださいというではここまでです。ほとんど説明しましたが、もし、この人はまた新たな声を言い出すことになります。それが有名なエルミのパラドックス、ですが、気になるので今回はここまで。ということで、次回は宇宙人に関する考察最終回。エルミのパラドックス、なんでね。なりたい。についてご説明してきました。この式でいろいろと計算した結果、我々たちの銀河系には我々地球人が更新可能な宇宙銀河系存在しているということが解釈できたわけです。もう、この式に使う神経はこの神経を考えたフランクドレイク本人のものか。その通り、複雑というか精神の大きさから、これは精神を論説定するかによって別の神大きなからというか。その通り、ちなみに映画コンタクトの原作者としても有名な科学者カール・セーガンの計算では、ここの回は100万になりそうです。いや、それはいくらなんでも多すぎるでしょ。通常は宇宙人だらけになるのか。ちなみに100億回を計算したこともあるそうです。いや、100億って地球人よりも多いんですが、それはまああくまで論上の数値なので多少はね。何言うてよ、この式に基づいて行われた計算結果の多くは、地球人に更新可能な宇宙人が少なからず存在することを示しています。でも私たちは宇宙人に過去との影響を、そんなわけないやろ。実際この式の計算結果と我々の経験には大きな乖離があります。こういうのを学術的にはパラドックスというわけですが、ここまで考察した宇宙人に関するパラドックスはエルミのパラドックスと呼ばれています。ということで、今回のテーマはこのエルミのパラドックスです。まあ、ここまでかなりの時間使って説明はしましたけど、宇宙の広さを考えれば宇宙人なんていくらでもいるはずで、その